栃木県の神社では日本一大きい鏡餅が奉納されました。この鏡餅は一番下の段が直径110センチの3段重ねで、重さはおよそ700キロです。神主や氏子らおよそ30人が2日がかりで作りました。1段目と2段目はフォークリフトで運び、3段目は巫女が総出で担ぎ上げ神社に奉納しました。